ジプソ64です。まあ、日付とか時間がけの関数はあんまりないんで、チャートグラフが何回か説明してくれとる、2021年と2020年ですが、それをちょっと紹介したいと思います。まあ、簡単に言うと、頑張って計算して、こっちの方はカレンダーを作るぞという作戦です。延々と続いていて、最終的に、カレンダーの形にどん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 プログラムを作っていく、非常に長い、バイオリズムとか計算したりして、最終的に、この辺の形で、2023年のカレンダーがこれできるという、そういうもんであります。で、それより2年前以下、1年前の時の、シリーズでは、まあ、この前半のところがあるんですけども、なんとかして、マスケドの普通のフォーマットでの、この年が最初にあるように書きたいんだけども、残念ながら、ヘッダー振ったのでやると、なんとなく年からって書いてあるのに、この形にしかならんということで、年から書きたいといった質問に対して、ここではその作戦はないようですが、まあ本文の中ならこういうふうにして一生懸命関数を作ってくると、何年何月何日何曜日という形のやつを、まあここに書くことができるというんで、ここの一番上のラインで、エリアというのをこいつを作っとけば、これを全部入れて、最初のところにこれとこれを一応書くことはできるというぐらいしか手立てはないと思います。はい、以上です。